沼崎、山遺跡、沼崎山遺跡は、宮城県富米市豊里町に所在する、縄文時代、平安時代、中世にわたる、複合遺跡である。1977年3月20日、当時の豊里町指定史跡に指定され、市町村合併による、富米市発足後も引き続き同市指定史跡に指定されている。沼崎、 山井関富米市豊里町の北東部にある標高約100メートルの丘陵が続く地域の南西端に立地する標高約26メートル水田面との飛行が約10メートルの水田畑墓地山林となっていた豊里町統合小学校建設予定地内の校舎建設部分及び工事用道路部分を1978年10月から12月にかけて 宮城県教育庁文化財保護課が、面積約5400平方メートルの発掘調査、した結果、京塚、縦穴住居跡、掘立柱建物跡、小土遺構、土工、井戸跡、溝、ピット群が発見された。縦穴住居跡は6軒、丘陵の東及び南斜面に作られていた。平面型は方形を基調としており、規模は、 軸が2メートル前後の小さいものと7メートルに達する大きなものがあった。いずれの住居跡も修行が巡り、かまどが付設されていた。平安時代のものと推定されている。掘った手柱建物跡は5棟、大きな方形の掘り方を持つものが2棟あった。小動以降は1基で、平面型は長軸1.8メートル、短軸0.8メートルの南北に長い長方形。 残存壁口は約10センチメートルであった。堆積途中から、弾き変、末期変が出土した。ありがとうございます。